とということで、えー、大相撲も、えーまあ、折り返してまいりまして10日目ということで後半戦に入っております。栃、えー、大会と、えー、北張馬、幕、ま、下、あ、北張マ戦ですね。栃けがお知出しで勝っているというところからですね、大勝負に風景を寄り切り風景をの勝ち、大勝負は負け越しとなってしまいました。島の海に大の勝つ、寄り切りで大の勝つの勝ち。 大野勝の優勝でほぼ格なんじゃないですかね。紫でに千代丸、押し出しで千代丸の勝ち。對馬山に白鵬山、押し出し白鵬山の勝ち。青山に玉正鳳、はたき込みで青山の勝ち。東白龍に千代栄、はたき込みで東白龍の勝ち。英の海に朝光龍、寄り切で英の海の勝ち。 あ忘れていましたね、この彼の存在をね。遠藤に島住み上手投げで遠藤の勝ち。ということで、これは遠藤も可能性は残されていると、えー。四六間に千代翔馬、上手投げで千代翔馬の勝ち、えー。これで勝ち越し、武将座に輝き、えー、押し出しで武将座の勝ち、獅子に大勝歩、えー、押し出しで獅子の勝ち。 大奄美に若隆景、えー、彼の存在も忘れてましてね、全然、えー、まだ3人に可能性が残されていると、えー。上手で繋げで、えー、若隆景の勝ち、北の若に見よぎる。突き落として見よぎるの勝ち、えー、幕の内入っていきまして、リフデンと大、えー、将馬から、畑き込みで大将馬の勝ち、三刀流に牢が、えー、押し出しで牢の勝ち、三刀流は負け越しとなりました。多分番付上十両に下がりますね。 えー、友風に美ノ海、上手出し投げで美ノ海の勝ち、一山本に宝富士、寄り切りで宝富士の勝ち越し、えー、鶴木賞に錦富士、突、え、き、ー、出しで錦富士の勝ち、玉鷲に時はやで押し出しで玉鷲の勝ち、えー、北徳寺に正代、突、え、き、ー、落としで正代の勝ち、高野里に、えー、佐渡の海、裸妃に坂の里の勝ち、錦木に、えー、金峰山、えー、下手投げで金峰山の勝ち、琴勝峰に御嶽海、押し出しで琴勝峰の勝ち、 小南の海に緑富士、押し出しで小南の海の勝ち越し、平戸の海に明生、旗き込みで明生の勝ち、熱海富士に飛び乗る、えー、押し出しで熱海富士の勝ち、王鵬に大栄翔、押し出しで大栄翔の勝ち、豪ノ山に、えー、大野里、押し倒しで大野里の勝ち、裏に、え大、ー、野里の勝ち越しですね、裏に阿炎、えー、押し倒しで阿炎の勝ち、豊昇龍に大野翔、えー、上手出し投げで大野翔の勝ち、高安に琴桜、えー、高安の上手投げで、えー、ここは締めております。 えー、11日目ですダイヤ奄ミに死士より年でダイヤ奄ミの勝ち白熊にをぎるより、えー、木で白熊の勝ち武将山に秀の海肌組で秀の海の勝ち北の若に大将峰押し出しで北の若の勝ち遠藤に若隆景肩すかしで遠藤の、えー、若隆景の勝ちということで、えー、これで遠藤も土がつきまして余計に分からなくなってきましたね 東白龍に白鸚山、押し出しで白鸚山の勝ち、千代栄に朝光流突き落としで千代栄の勝ち、輝きに島津海、押し出しで輝きの勝ち越し、大勝見に島津海、寄り切りで島津海の勝ち、土地大会に玉正鳳、寄り切りで玉正鳳の勝ち、試練に風景を、突き落としで試練の勝ち、千々島灘に青山、畑た込みで青山の勝ち、大野勝に千代丸、寄り切りで大野勝の勝ちとなっております。10勝目です。幕内です。 剣翔、千代翔馬戦から、寄り切れ千代翔馬の勝ち、時早風に友風、落ち出しで友風の勝ち、一番元に水戸龍、水戸龍、球場となりまして一番最の不戦勝、竜電に金峰山、上手投げで竜電の勝ち、湘南の海に宝富士、小手投げで湘南の海の勝ち、狼雅に正代、寄り切り正代の勝ち、玉鷲に錦富士、押し出しで玉鷲の勝ち、大昇馬に琴勝峰、寄り切り大昇馬の勝ち、 高野里に北東富士、押し出しで高野里の勝ち、美の海に御嶽海、寄り切りで御嶽海の勝ち、えー、これで勝ち越しとなりました。錦木に佐田の海、寄り切りで佐田の海の勝ち、錦木は負け越し、緑富士に飛び出る、はたき込みで緑富士の勝ち、大王に河野山、押し出しで河野山の勝ち、えー、浦に大栄翔、上手投げで大栄翔の勝ち、越し。熱海富士に高安、寄り切りで高安の勝ち、大野省に阿炎、押し出しで阿炎の勝ち、若元春に平戸海、寄りとして平戸海の勝ち、 目線に琴桜、上手投げで琴桜の勝ち越しが決まりました。豊昇龍に大野と下手投げで豊昇龍の勝ち。これでなんか3敗と4敗がね、ずらずらと並んでいるような気がするんですけどね。はい、ということで、だんだんと混沌としてくるというところでございますけども。はい、また変なとこ開いちゃってる。3回目ですね。毎回こうやって邪魔してくるのがね、ちょっとイっときますけども。 はい、えー。ということで、えー、重量から見ていきましょう。11日目ですか、えー。12日目ということで、えー、幕下高等山千代丸戦ですね。高等山の突き出しで勝っております。えー、風景王に白雄山、お世出風景王の勝ち、千代坂に青山、突き落としで千代坂への勝ち、大、えー、将美に玉正鳳、肌だき込みで大将美の勝ち、秀の海に藤原だ。えー え、上手投げで島、津島のの勝ち。土地大会に島津、押し出しで土地大会の勝ち。東洛に大野勝、送り出しで大野勝の11勝目。北の岡に朝光流。え、上手投げで北の岡の勝ち。遠藤に輝き。突き落としで遠藤の勝ち。若隆景に千代翔馬。上手出し投げで若隆景の勝ち。え、武将山に白熊。え、押し出しで白熊の勝ち。え、試練に大将法。寄り切り試練の勝ち。大奄美に、 えー、島万の海、えー、寄り切る大奄美の勝ち、獅子に妙義る小、えー、手投げで獅子の勝ちということで、えー、なんと十両はあ一杯で遠藤、若隆景、大野勝が、えー、こういるということで、この3人に絞られてきましたね。えー、幕の内です、一山本龍電から、えー、押し出しで竜電の勝ち、あ、獅子一山本の勝ち、狼雅に錦、えー、富士、上手出し上げで狼雅の勝ち、錦富士は負け越しとなりました。佐田の海に白の海。 え、上手投げで佐田の海の勝ち、え、剣翔に北勝富士、押し倒しで北勝富士の勝ち、玉鷲に友風、え、押し出しで玉鷲の勝ち、え、大勝馬に正代、はたき込みで大勝馬の勝ち、錦木に時生えて、寄り木で時生えての勝ち、え、金峰山に緑富士、え、突き出し金峰山の勝ち、大野翔に高野里、え、突き落としで大野翔の勝ち、え、琴勝峰に裏え、小手投げで琴勝峰の勝ち越し、高安に富猿、はたき込みで高安の勝ち、 平戸海に河野山、押し倒しで平戸海の勝ち、熱海富士に王鵬、押し倒しで熱海富士の勝ちということで、えー、王鵬は負け越しとなりました。えー、明生二大優勝、突き出しで明生の勝ち越し、宝富士に大の里、押し出しで大の里の勝ち、湘南の海に阿炎、えー、押し出しで阿炎の勝ち、豊昇龍に御嶽海、寄り切りで豊昇龍の勝ち,、えー、勝ち越し、若元春に琴桜、すくい投げで琴桜の勝ちとなっております。 えー、ということで、なんと3敗で琴桜、大里、正名のみ、王将馬、4敗で豊昇龍、阿炎、大栄翔、明生、えー、明生、えーえー、そして御嶽海、琴勝峰宝富士と、えー、なんと優勝争いがあこのような感じになってきているということでございました。えー、前回優勝した武富士、そして、 まあ、大関経験のある朝乃山そして横綱照ノ富士そして貴景勝、えー、霧島の、えー、大関二、えー、人が、えー、いないという状況下ですけれども、えー、なんと混沌と化しているということで、えー、今後どのようか。<music>